はい、こんにちは。ふさば未来学園の募集の要項が発表されまして、で一応これ中学部の方です。だから中学生って要は現在の、まあ、小学校6年生が対象になってます。で一応福島県外からの受験も OK です。なんで、まあ、日本中今現在の小学校6年生の方で、もしも世界で活躍したいっていう子がいらっしゃれば、まあ、全然多分受験しようと思ってもいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、ちょっとさらっと言いますけど、福島県立ふさば未来学園で中学校の方です。中学校のバドミントンのスポーツ選抜の募集です。で定員が男女各4名から5名程度、まあ、ちょうどほら団体戦のレギュラーメンバーぐらいの人数って考えてもらえたらいいです。出願期間は令和元年の12月4日水曜日から12月10日火曜日、当日決心が有効です。で希望者は電話または郵便で要項を取り寄せて応募するっていう形になっております。で住所と電話番号は概要欄にふさば未来学園のホームページの入先を貼っておくんで、そっちの方から電話かもしくは郵便で要項の方を取り寄せるっていう形で、この動画でその住所とかその電話番号を言っちゃうと多分ちょっとまずいのかなとかっていう気もするんで、まあそこら辺をね概要欄の方に貼っておくんで、ふさば未来学園に関しては埼玉栄と並んで現在の、まあ、バドミントン界の、まあ、中学校高校では本当にトップクラスのレベルで、まあ、練習環境とかにおいても本当にトップクラスで、まあ、個人的にはコストパフォーマンスとか考えたら、要は学費とかね、まあ、そこら辺も考えたらふさば未来が一番僕的にはすごくいいところなんじゃないかなと思ってます。で一応チームの特色に関して、でこれ中学校の部と、高校の部と同じ場所での練習になってるんで、基本的にはまず少数精鋭での活動、さっきも言った通り学年で男女各4名から5名しか通ってないんで、少数精鋭での練習環境になっております。でここ大事、世界で活躍できる人材の育成っていうものを目指しての練習になっております。なので日本で勝ちたい、要は全国大会で上位入りたいっていうよりは、どっちかというとやっぱ将来的にはオリンピックとか、まあ、世界で活躍できるような選手を目指したいっていう子は、まあ、ぜひともねこれはちょっと応募の方を考えてみるといいかもしれません。で一応練習環境においてはもうこれはすごいな、バドミントンコート10面の専用体育館での練習、もう本当に専用なんですよ。バドミントンの専用体育館があって10面もう常にその10面使えるっていう。で中学部と高等部でも一応なんか時間で区切ったり、結構ここら辺も後々言うんですけど、うまいこと場所取りっていうのができてるんで、まあ10面を中学校と高校同時に使うっていうから、意外とそんなこと使えないんじゃないのって思うかもしれませんけど、実はそうじゃなくて、まあそこら辺もちゃんと考えてある練習環境になっております。まあそれについてはもうちょっと後から説明します。で次はインドネシア人のコーチが2名います。でこれちゃんとバドミントンでやってきたインドネシア人のコーチなんで、そこら辺のなんかもうバドミントン関係ねえよな、なんかもうなんちゃってコーチじゃなくて、ちゃんとしたバドミントン専門のインドネシア人のコーチになっております。はい、で特別授業制っていう、これね体育のもう授業が練習の時間になっております。なんで、まあ、例えば朝練があって1限と2限が体育だったら、朝練してからそのまま授業としてバドミントンの練習っていう形になっております。となんで、まあ、こういう風な感じで高校生と中学生と、まあ、常に一緒の体育館で練習するっていうんじゃなくて、多分なんですけど、例えば1限から2限が中学生だったら3限とか4限もしくは5、6限が高校生で、一応放課後に多分その中学生と高校生と一緒に練習するみたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあどちらにしろ練習環境にしては結局その10面の専用体育館があるっていうことで、まあかなりいいんですよね、正直言って、まあ、想像する限りでは。で寮があるんですけど、バドミントン部のご飯とガット兵器とか、要は選手のまあサポート面がすごい整った寮があります。
で一応チラッと聞いたんですけど、あご飯もあのちゃんとしたシェフの人が作ってくれるみたいな感じの、栄養とかのほらバランスもしっかり考えて、なんであの選手 の、まあその練習環境、いや通常の練習の他にご飯とかの栄養管理とか、まあ、そこら辺もしっかりとしているっていう感じです。で中高で6年間の一貫指導をやっております。でこの6年間の一貫指導なんですけど、講師とかね結構たくさんいて、全体的な練習ももちろんするんですけど、あの講師たちのミーティングで要はその少数制限の中で練習するんで、この子はこういう今こういう段階だからこういうふうなことをした方がいいとか、逆にこの子はこういうふうな段階だからこれをしようとかっていうふうに、まあ、コーチ同士でしっかりとミーティングを重ねてあって、あのちゃんとその全体練習以外で個別の、まあ、課題練習っていうのをしてるって聞いたんで、まあ、だからその少数生だからこそできるっていう練習環境といいますか、まあ、ちょっと今日はね、草未来のことをまあ軽く紹介したんですけど、これ一応あの僕がちょっと人づてに聞いたっていう話も若干含まれてるんで、まあ、全部が全部今現在もそうかって言われたら分かんないんですけど、多分大体ほとんどこんな感じで合ってると思います。まあ、若干違うところもあるかもしれませんけど、であのもう一回言うんですけど、その学費とかのお金に関しては、まあ、僕の口からはちょっと言いにくいので言いませんけど、あの、まあ、他の強豪校と比べたら多分結構でかなり安い学費だと思います。ただあの注意点があって、結局それは学年で4人とか5人なんで、やっぱりね入るのが結構厳しいと思います。で多分実力的に言えば小学生なら、まあ、全国であの、まあ、最低基準がベスト8、最低です。で、あのシングルスでベスト8に入るぐらいのレベルかなっていうことは考えられます。あの最低ですよ。でも多分基本的にはベスト4以上の子が結構来るんじゃないかなと思ってるんで、まあ、そこら辺はその応募したからってやっといて誰でも入れるっていうわけではないと思います。はい、というわけで、まあ、今回は福沢未来の募集の方についてお話ししました。まあ今日はこの辺で終わろうかなと思います。で多分この動画、ふたば未来の多分保護者の方とか多分ちょっと見てると思うんですけど、あのすいません、あの間違ってるところあったら、まあ、こっそりと僕の方にメッセージで教えてもらえればいいかなと思います。はい、では今回はこれで終わります。